トムスエンターテインメントで、アニメーションプロデューサーをしてます片桐修介です。少年ジャンプの、本田と申します。僕はあの原作のコミックのドクターストーンの担当編集としてアニメにかからせていただいております。アニメーションのお声がかかってきたところではもうないくつかたくさん そのオファーをもらっている状態なので、そこからはそのじゃあどこのアニメ会社さんとご一緒してアニメーションを作りましょうかっていう風な、決定に関しては、かなりの部分を追って決めている感じですね。でたくさんいただいたオファーの中からドクターストーンっていう作品をアニメーションにするときに最もやっぱりふさわしいその座組ってなんだろうっていうところを慎重に検討させていただいて、あもう今回は、トムスエンターテインメントさんにお願いしたいなと、させていただけないかなということで、こちらから逆にやっぱりぜひお願いしますというふうにお返ししたという経緯です。今回アニメーションプロデューサーっていう立場で考えると、原作をいただいて、アニメーションを完成させて納品するまでの全ての工程に関わっています。見ていない素材というのは基本的にはないです。科学的な描写というのもさらにアニメーションする上ではとても難しくて、実際に漫画ではこうやってる絵だけだったりするんですけど、実際にそこはアニメでは液体が流れたりするんですよね。でもその液体がサラサラなのかドロドロしてるのかはコマでは分かりにくいので、その辺をこう実際はどうなんですかとかっていうのをしっかり監修の方に、その液体が何色かとかっていうのも実際に僕らは、科学の知識がないので、そういうところも一つ一つ難しい要素なのかなと思います。他の作品と比べてこの作品が目立つ理由は、僕はやっぱキャラクターだと思います。やっぱり漫画というのはキャラクターを描くことですから、そのキャラクターが非常にその他の漫画にないものをたくさん持っているキャラクターだと思うんですね。だって3700で眠ってる間に1,2,3,4,5ってカウント通常カウントする主人公ってやっぱりクレイジーだと思うんですよ。でもやっぱりかっこいい、すごいかっこいい。1,2,3,4動けなくなってから1,173,548,89,550両。その意志の力でもってその物事の困難を打破していくっていう、あのやっぱり千空っていうキャラクターをはじめとして、これがまずは、ドクターストーンが他の作品との担っている大きな要素だとはやっぱり思います。それがどれぐらいの人たちに見てもらってるのかとか楽しんでもらえてるのかっていうのが正直なかなか実感が湧きにくい仕事なんですね。でもその、昨日イベントに出演させていただきましたけれども、自分が先生と地道に作ってたものが日本のみならず海を越えてこうやってアメリカでもこれだけ楽しんで、いただけるということに本当に心の底から感動しました。また僕はこれが日本に戻って地味な漫画編集の仕事に戻るわけですけれども、仕事の向こうには皆さんがいらっしゃるっていうことを僕はずっと覚えていますので、また皆さんがその熱狂できるような作品をまた毎日毎日作っていきますから、ぜひドクターストーンにも少年ジャンプにもの今後にもご期待いただければなと思います。僕は昨日もう本田さん隣でものすごい人の圧にやられてこんな感じですクランチロールでドクターストーンを見てくれてありがとうございます。ウェイク愛してるよ I love you